Hey guys, ジェニーです。本日はですね、私が気に入っている赤メイク、秋メイクっていうかな、もう冬だけど、冬でも全然超過役割果たしすぎじゃないっていうわけで、私のお気に入りのメイクをやっていこうと思います。それではレッツゴー。まず最初にケイトのフォルミングエッジアイス PK1 のハイライトをまぶた全体、涙袋、目頭に塗ります。次に LA ガールのアイシャドウコレクションヌーズの赤をまぶたをはみ出すところまでふわっとした感じに塗り、黒目の真下、下まつげあたりに同じように塗ります。次も同じパレットのブラウンを使って二重幅を塗っていきます。それが終わったら目尻に三角を描くように塗ります。やり方が合ってるかわかんないんだけど、目力がマスキがしてます。合ってるかな、合ってる方は教えて。はい、次はですね、マスカラなんですけど、私なぜかこの時点でマスカラ塗り忘れています。何を使ったか正直覚えてないんですけど、アイシャドウが濃いめなのでボリューミータイプのマスカラを使っていました。次はリップですね。レブロンのスーパーラストラスリップスティックのキスミーコーラルを使います。この乾燥してる季節にはとてもおすすめです。この時点で私はすっげーメイクが濃と思って薄くしていたら、カメラの電池が切れちゃったんですね。画質がやばい。ですが私はこのまま撮り続けます。ピーポーが来ていても撮り続けます。よろしくお願いいたします。なんてこと言っている間に、私はケイトのラスティングデザインアイブロウ FLBR さんを使っていました。シャープな印象にしてアイシャドウと同じくらいの濃さにしていきます。はい、お待たせしました。最後に素顔のスフレ感チーク&リップサニーオレンジを使っていきます。これをチークに塗っていくわけなんですが、私アイメイクも濃いめなので、あえてふわっとした感じに塗っていきます。アイメイクに合わせて赤チークにするのもいいなと思ったんですけど、なんかくどくなるなと思ったんでやめてきました。大人っぽい雰囲気の時とか、暗い服を着る時とかにこういうメイクをするのいいんじゃないかなって思います。今日の動画見てくださってありがとうございます。結構濃いメイクだと存じております。でもね、なんか大人っぽく見えるから私はすごい好きなんだけどな。ちょっとでも参考になったらとても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。